地図長岡防災シビックコア地区は新潟県長岡市にあるシビックコア地区である。長岡奏車場跡地に整備され新潟県中越地震を教訓とした防災機能が多く盛り込まれている。長岡市消防本部庁舎防災をテーマとしたシビックコア地区としては全国で初めて整備された。消防本部庁舎には天然ガスコジェネレーションシステムが導入されている。 市内各地に分散し、共愛、老朽化等の課題を抱えていた、自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所、長岡税務所、長岡労働基準監督所、長岡公共職業安定所、新潟農政事務所長岡統計、情報センター、新潟農政事務所地域第一課の六官所を集約する形で整備された。これに先行する形で、 新潟地方法務局長岡市局の庁舎も整備され、合同庁舎の別館という扱いになった。長岡総社場の跡地開発をめぐっては、1996から1997年度に国鉄生産事業団から土地取得、1998年に土地区画整理事業として都市計画決定が行われた。計画には民間アミューズメント施設、 公共的施設整備と宅地整備が盛り込まれ、後に県営プールを誘致する案も上がったが、景気低迷の影響などもあり、2000年度に事業は一時休止。その後はシビックコア制度を活用する方針が取られ、中越地震を経て2005年度に長岡防災シビックコア地区整備計画が策定された。敷地には地震後459戸の仮設住宅が、 設けられていた。シビックコア地区内には、法務局前バスターミナルが整備され、越後交通の街中便利バスが発着する。敷地内には、無料のパークアンドライド駐車場が整備されており、都心部への買い物イベント等での利用が想定されている。なお、街中便利バスは2008年10月に運行開始したものである。ありがとうございます。